えーどうも、お疲れ様でございます。即歌塾のコブです。今日の映画紹介は、ご覧のようにね、かなり古い映画サイズになってますけども、これ100年ぐらい前に起きた、あ実際にあったお話をですね、その後小説にして映画化されたという非常に古い話でございます。 映画になったのがおそらく50年ぐらい前じゃないかなと思うんですけどもそれが DVD でリマスターされて最近ブルーレイとかで出たのかなって気がしないでもないですねタイトルは塩刈り峠です塩刈り峠ってのは北海道にある、まあ、あの峠なんですよねその峠を越していく電車で起きたお話を映画にしてますまあこれねどんな話かというと うんまあ、主人公の、まあ、ある長野さんっていう方がね実際にいらっしゃったんですけども長野さんが鉄道職員として働きながらねあの世のため人のためにいろいろとこう心を尽くして生きてらっしゃるところが物語の大筋なんですよでそのラストシーンがまあなんともね衝撃的でこれが実際にあった事件だっていうことなんですよねでこの頃 100年前ですからうんまだ「神風特攻隊」ってのはね出てこないんですけどもでも特攻隊ってのもね自分の命を差し出すことによって誰かが救われるなら国が救われるならっていう思いでまあ突っ込んだところもあったと思いますけどもそれにちょっとね通ずるものがあるんですよね皆さんどうですかね。 自分,命自分一人の命を捧げることによってその他大勢が助かるとしたら自分の身を差し出すことってできるでしょうかねまさにイエス・キリストはこの地球上の全ての人の罪をあがなうために自分の身を捧げて世の人を助けてくださいと悔いにかかったわけですよねその悔いにかかった死の間際でも自分を苦しめてきた あポンテオ・ピラトというね人その他役人どもをこの人を許してあげてください神様というふうに、まあ、言われたというふうにね聖書に書いてますまあこの辺話し始めると長くなるんですけどもこの「塩刈峠」っていうねドラマのクライマックスラストシーン自己犠牲ってものが何かって言うとね主人公の中野さんは途中であのクリスチャンになるんですよ えー、当時キリスト教っていうのはやっぱり意味嫌われる宗教の一つだったんですけどもこの主人公の長野さんもそういうふうにキリスト教にかなり疑いを持った方だったんですよねしかしいろんな角度から接する中で自分もクリスチャンになっていく、まあ、そんな物語がねこの映画の中にあるんですけどもプラスアルファしてですねこの長野さんに結核で苦しんでらっしゃる 女性の方との交際も始まるんですよね。そしてその女性と結婚することをねまあ,あの承諾してもらうっていうところまで行くわけなんですけども、まあ、その恋愛が多少入ったのも今回のこの塩岱峠のドラマの一つなんですね。ラストシーンで何が起きるかっていうとこの中野さんは鉄道職員なんですけどもこの日は まあ非だったというふうにね物語から読み取れるんですねで鉄道に乗って電車がコトコトコトと仕上がり峠を登っていくんですよで当時電車ってのは急な坂を登る時には後ろからまた別の機関車が押すような形で峠をなんとか越えていったんですよねやっぱり当時エネルギーがあんまりそんなに自由に手に入りませんからでもこの日は後ろの機関車がなかったんですよ ですんで、先頭の機関車が後ろの客車を引くような形だったんです。で、潮狩り峠はとても急なんで、ものすごい力で引っ張っていかないといけないんですが、その時、悲劇が起きるんですよ。最後尾の車両、それをつなぐ連結部分が壊れてしまってですね、最後尾が潮狩峠を逆走してどん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 落ちていくんですよ。とっても危険です。落ちていくその客車はもうコントロール効きませんから、ただ、 レールにっって下って下いくだけどんどん加速がつきますでカーブではもしかしたら脱線するかもしれないっていうとこまで来るわけですよで連結が外れてどん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 加速してるときに実は最後尾にね長野さんが乗ってらっしゃったんですよで長野さんは鉄道職員ですからすぐに最後尾に出てねブレーキをかけるんですよでブレーキをかけるんだけどもでも止まらないんですよねスピードは多少緩やかになったんだけど止まらないそのときにどうやってこの客車を止めて その客車に乗っているお客さんを助けるのか、決断が長野さんは早かったんですよ。自分が身を投げることによって、その機関車の下敷きになってですね、それで車輪の動きを止めるというね、自分の肉体をくさびにして止めたんですよ。もちろん命はありませんでした。でもその決断がさっきまでね、客車に揺られて他のお客さんと一緒に乗っていて、 これからあの結婚も控えてるそれから仕事の将来もある人生もある布教活動もしたい30歳の長野さんが自分の身を捧げることによってみんなを救おうとしてそして救われたんですよで犠牲者は長野さん一人で済んだしかしこの行動がなければこの客車は加速をつけて奈落の底に全員死亡ということになっていたことは否めないかなと ま、ここまでのね、自己規制をできる人が果たしているんだろうかと。いうことでね、まあ、なんとも、昔の人は、すごいなと思いましたよ。この長野さんにしても、特答隊の方にしても、その他、名もなき自己規制ってものがね、本当に各地であったんだなと思いまして。いや、こんなことがあったんだなと思って私に、これね、つい、おとといぐらいですよ、知ったのは。で、 映画がないか映画がないかと思って探したら今ご覧いただいているアメリカで作られた映画だと思いますけども英語で役者さんが喋ってるんですよねでわざわざあのチャット GPT で翻訳をつけてくださる方がいてこれを1年ほど前にこの YouTube にアップしてくださった方がいるとでこの方登録者36人ですよで再生数は2884とうんすごいですね この動画のアップロードのためにチャンネルを作ったようなもんじゃないですか。うん。まあこれもすごいなと思うんですけど。まあなんせね、このラストシーンですよ。当時の演出の技術を持っても、十分私たちの胸を突き動かす、そんなシーンになってます。これ、59分のドラマですから、すぐにラストに行くわけですよ。ね。 これは教会でみんなでね賛美歌を歌ってる時ですねでこの賛美歌を最後に長野さんは次の町に旅立っていくというところだったんですねはいこれが運命の出発ですこれが潮刈り峠登っていくところですねこのあと事件が起きるわけですよはいじゃあ今日はここまでにしましょうか自己犠牲とは何なのか考えていただければ幸いでございます それではリンクをまた概要欄に貼っておきますんでよろしかったら映画の方をご覧ください。